流したての豆の温度は160度ちょうどに、まず冷たいテーブルで冷ましていきます。がついてるんです。リンゴですか？リンゴ違います。今日は飲み物のお味ですね。飲み物？牛乳が入ってる飲み物です。牛乳が入ってる。マスクしてるか。ミルクティーやで。はい。また動物の絵柄作っていきます。白も入れていきます。羽の温度が高いのでこいつすぐに蒸発してブクブク。そっち茶色も入ります。茶色ともう一色黒も入ります。
さんお兄さんのお手元にご注文ください。分配が終了したので、お次ですね、残った白い飴の中に空気を入れていきます。はい、今度こちらのフックに引っ掛けて空気入れていきます。ちょっと雰囲気どんどん変わるのでご注目です。
ステルキャンディで4、5キロあります。結構力がいります。重たいですが半分出来上がってます。
足と鼻をですね、まずくっつけます。完成です。これ伸ばして切ったのサイズですね。2つにします。これで顔のパーツはですね、全部出来上がったので、まず顔を組み上げて完成させちゃいます。顔
ませ。こんにちは。茶色と黒い網ですね、使って模様をつけていきます。この色がヒントですかね。
欲しいです、めちゃくちゃ、はい、この色がヒントですかね。茶色と黒いのが模様です。茶色と白、白い毛とたまに黒と茶色が混ざった毛の子もいますね。びっくりの子が耳の長いのかと思ってた。試食もお配りしますので、はい、ぜひ答え合わせしてさあ、ハサミでつついて余分な空気も抜いていきます。そうなんですよ、空気が入っている。空気入ってると割れやすいキャンディーになるので、しっかりと空気抜きをします。いつも買ってきてもらってて、私どうやって作ってるのありがとうございます。今日はミルクティー限定のお味のキャンディーです。硬いんでしょ、これ。硬いんですか。そうでしょ。もう、はい、結構固まってきてます、ね。金太郎飴とはまた違うもんね。そうですね、作り方の作り方がね、作り方自体はまあ似たようなものなんです。
そうですね。どこ切っても同じ柄。うん、金太郎の時代の人間だから。この丸太状の網が負けるぐらいの板を。はい、くるっと一周巻いちゃいます。はい、表面にこの透明の網をですね、巻きます。打つときにこうだん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 広げていくわけみたいなね。似てるかもしれないですね。はい、大きさ測って、すごい大きさちゃんと、はい、微調整をして巻いていきます。うん、さあ、こちらで完成ですね。お待たせいたしました。今キャンディーが完成です。それができるの？あとこの大きなキャンディーですね、小さく商品サイズに伸ばしていきます。あ、まだ目の中に空気が入っちゃってるので、最後仕上げの空気抜きしていきます。この空気抜きの作業が終わったら、上の端っこにくびれをつけていきますね。はい、くびれつけて持ち上げて、この重さで伸ばします。全部で何キロぐらいあると思いますか？結構重たいです、このキャンディー。5、6キロ？ 5、6キロ、もっとあります。10キロ以上ありますよ。うわ、そんなもんね。はい、全部15キロぐらいございます。すごいね。お米だよ。重たいよね。その重みを使ってキャンディを伸ばします。完成したのに大変だよね。完成したのに。くびれをつけて、そこ持ち上げて伸ばします。うさぎ？うさぎじゃないです。うさぎ？こんにちは。こんにちは。まだ分からないですけど、ね、れがあるってさあ、それでは準備できたので伸ばします。はい、うちもはい、あっという間ですよ。よいしょ、さあ、よいしょ、すごい。さあ、こちらのテーブルに伸ばしていきますよ。え、それでもどんどん切れて、こっちにどんどん伸ばします。目の端っこもこっちに持ってください。かわいいのつけます。手柄はまだ内緒です。はい、クリさんもできました。さあ、目の端っこにクリさんも出来上がりました。冷めたらご試食をしていきますね。はい、真ん中のお兄さん、あっという間に
雨流してからだと大体30分ちょっとかかりますね。そうなんです。そこの状態まで行くのに30分ぐらい でさらにこれ全部伸ばして、これ全部伸ばしたら100本以上できるので、そうなんです。これ全部切るのもまたちょっと時間かかるので、全工程で1時間半ぐらい1回でかかっちゃいますね。そうなんです。
ます。